和歌山県の高野山に行きました。約1200年前に空海が開いた日本を代表する真言密教の聖地です。まずは奥の院の弘法大師御廟に向かいます。とても神秘的な空間です。参道の両側にはたくさんの墓石や慰霊碑、供養塔などがありました。神聖な空気が流れています。この奥に御廟があります。ここから先は最も重要な聖域なので撮影禁止です。合掌一礼をしてから橋を渡りました。とても落ち着いた清々しい気持ちで今度は壇上伽藍へ向かいます。金剛峯寺の正門です。万竜亭と呼ばれる庭がきれいに整っていました。日本最大級の庭園です。切り絵になっていてとても素晴らしい曼荼羅がありました。歴史を感じる立派な建物です。高野山のシンボル根本大塔です。3つに分かれた3個の松の葉を見つけると空海の御利益を授かることができると言われています。長きにわたる歴史の息吹に触れることのできた聖地巡りでした。最後に上祐代表からのメッセージがあります。皆さんこんばんは。高野山の一番素晴らしいところは弘法大師空海のお廟です。素晴らしく明るく神聖な空間です。またそこには弘法大師を象徴する宝具、この金剛杵、これがあります。皆さんぜひご参拝ください。